はい、どうもです。今回はですね、こちら白黒ブラと沖縄姫路っていう食材ですね。それではまずはパッケージからご覧ください。いやー、皆さん暖かい季節になってきましたね。冬場はですね、魚の警戒心が強くてなかなか素潜りの映像をお見せすることができなかったんですけど、ようやく魚が取れる季節がやってまいりました。で、こちらはですね、青ウミガメですね。もっとね、深場にいるイメージがあるかもしれないんですけど、意外とね、浅瀬にもいるんですよ。ちなみになんでこんな背中に苔生えてるんでしょうね。で、まあウミガメにはですね、さよならしました。こちらはおそらく花見のカサゴ、意外と知られてませんが美味しい食材となっております。さて、それでは久しぶりの素潜りをやっていきましょう。ここは水深16メーターほど、魚がいそうな地形だったんで、とりあえずね、潜ってみてます。いやー、久しぶりだとね、こんぐらいの深さでも肺が痛くなるんですね。ちょっとね、自分自身ね、びっくりしました。肺の痛みを耐えながらとりあえずね、海底を目指します。着底完了。綺麗なキルショットでしたね。こんな感じで直接魚の脳に当たるとスパンってね、閉まります。このタイミングでまさかのツムブリの群れ、もうこれはね、どうしようもないです。もう諦めて浮上ですよ。さて、こちらは沖縄姫路ですね。心臓が止まらないうちに血抜きをして、陸に戻って調理していきましょう。はい、ということで今日はね、こちらの魚さばいていくんですけども、あれ?マクブの捕獲映像はって多分ね、みんな思ったと思う。こちらのね、マクブなんですけども、島にはいません。うん。こちらもらいました。まあ、マクブはですね、沖縄の三大高級魚、赤町、赤人に並ぶ高級魚なんですけど、なんでかわかんないんだけど、俺がいる島にはいなくて、この島より北にも南にも生息してるのに、この島だけいないんですよ。で、ずっと食べたいなと思ってて、で、なんかもらう機会があったんでね、まあ、念願の魚が食べれるということでですね、超個人的に食べようかなと思ったんですけど、せっかくならね、視聴者の皆さんに自慢しようかなと思い、動画を撮らせていただいております。はい、ということですね、早速観察していきましょう。はい、こちらが白黒ベラですね。で、これもね、潜り漁師の人が撮ったらしくて、まあお腹に当たってね、ちょっとここがね、破けちゃってますね。お腹はね、結構薄くて、刺さるとね、こんな感じで引きちぎれちゃうんですよね。見た目は悪いんですけど、実は背中に刺さる方が価値は低くなって、なんでかっていうと背中の方が身多いんですよ。こっちはもともとね、そんな身取れないんで、そこまでね、取れる量が減らないんですけど、背中刺さるとね、だいぶ減っちゃうんで、やっぱ嫌がられるんですよね。で、ここが脳天締めの後ですね。なんかこの青色が綺麗ですよね。マクブは虹色の魚みたいな鱗、なんかちょっとね、光ってるぐらいに見えますもんね。で、一応この魚ベラなんで、ブダイとは違ってね、サンゴを砕くような歯はしてないですね。結構ね、牙ですね。ウニとか食べてるんでしょうね、こういう牙っていうことは。で、こんなね、ちょっとね、ブサイクな見た目なんですけど、沖縄の三大高級魚なんですよ。めちゃくちゃ美味しいらしいです。そしてこちら沖縄姫路、これちょうどタイミングよくね、撮ってたんですよ。もらった日にね、撮ってたやつで、ここに穴があるんですけど、これがね、水中銃が当たった場所ですね。水中映像で見た通り、脳天に当たって撃った瞬間に閉まってます。で、なんかね、結構金魚みたいな見た目してて、あんまり食べ物っぽくない見た目をしてるんですが、この魚はね、エビみたいな風味がして美味しいんですよ。おじさんって言われてる由来があるんですけど、ヒゲがあるんですよ。ヒゲがあります。はい、ということで今日はこちらをさばいていくんですけども、マクブはですね、すごい流して言っちゃってるんですけど、白黒ブラっていうのは和名っていうもので、全国的なちゃんとした名前で、マクブは沖縄で呼ばれてる名前ですね。もう島では何て言うんだろうね、島にはいないからね。マクブって統一して言っていくんですけども、マクブはですね、フライとお刺身、おじさんは焼き霜作り、こちらで食べていこうかなと思います。それでは早速調理していきましょう。それではまずは鱗から落としていきます。鱗の、なんか手でいけそうな気がするけどね。ああ、結構ひっついてるね。ブダイと同じ感じだ。ちゃんと鱗取り使いましょうね。ちなみにブダイはですね、鱗に熱湯をかけるとすごいね、鱗が取りやすくなるんですけど、マクブはどうなんでしょう。まあ、それやるとね、刺身だとちょっと火が通っちゃうんで、今回はやりません。刺身で食べたいんでね。まあ、加熱調理するときはその方法便利なんですけど、やっぱ刺身だとね、
取れんな全然。やっぱ刺身だとね、あ、これがいいわ。やっぱ刺身だとちょっと火が入っちゃうんでね、あんまり良くはないですよね。結構しっかりひっついてますね。具材と同じだ。この魚ね、島では手に入らないんで、せっかくなんで、すき引きもちょっと試してみますか。やっぱいろいろ試してみたいよね。すき引きはね、こういうおっきい鱗の魚もね、できるんですよ。いやー、日本だとさ、島以外の漁業権を持ってない場所だと水中銃使えないからさ、いつか海外でマクブがいる場所があるんだったらやってみたいよね。海外で水中銃使えてマクブを取れる場所があるんだったら取ってみたいよね。島にもね、今まで上がったことがないことはないって聞いたんだけどね。でも俺が来てからは一度も上がってないですね。うん、普通に取れますね。やっぱね、ヒレがあるとね、すき引きできないですね。ここはね、ちょっと斜めに包丁入れなきゃいけないんで、ちょっと難しいんですよね。やっぱ慣れないです、ここ。難しくて。もう意外と綺麗にできましたね。はい、次はおじさんですね。まあ、おじさんはね、マジで鱗取り簡単、めちゃくちゃ落ちます。もう落とし終わりましたね。早い。はい、それではですね、鱗が落とし終わりました。こっち側がね、すき引きしたもので、こっちが普通に鱗落としたもの、意外と違くない？まあ、別に味に違いが出たりとかしないんですけど、やっぱりね、これ料理するときにさ、こういう魚のさ、鱗の模様があった方がやっぱ俺は好きだね。やっぱこっちちょっと味気ない感じしない？白くて。さて、お腹を開いていきましょう。もう卵が見えてますけどね。これね、ちょうど真ん中通せばいいんですよ。おー、硬っ。うわ、結構一体化してるね。うわ、やばい、これ腸が絞り出される形になってる。よいしょ。うわ、絞り出されちゃってるね。やっぱりなんか貝とか甲殻類とかウニは入ってなそうですけど、そういうなんか硬い食べ物を食べてますね。で、ブダイの内臓の匂いと同じで、これ卵ですね。これがで、ここに肝臓があります。わかりづらいね、ちょっと血が滲んでて。で、ここ心臓ですね。やっぱね、魚って心臓小さいですよね。やっぱ水中だと陸にいるよりポンプをね、強くする必要がないですもんね。浮力があるんで。では連続でおじさんも行ってしまいましょう。この時期は何が入ってるんでしょうね。ほとんど空気でしたね。胃袋も何も入ってなさそう。特にこれといって紹介するものがないですね。結構なんかシンプルな中身してるんですね。じゃあ綺麗にしていきましょうか。よいしょ。で、お腹綺麗にする前に一旦もう頭落としちゃいます。胸びれの後ろからね、ちょっと包丁をこうやって斜めに入れるとよりね、多く身が取れるんで、ちょっと斜めにしながら今日は入れてみましょうか。こうするとね、ここ分ちょっとね、身が多く取れるんで、高級魚とかさばくときね、こういうやり方した方が、まあ刺身で取れる部位が多くなるっていう。じゃあ最後繋がってる場所を落としていきましょう。オッケー、これ頭落ちました。じゃあ次マクブだね。頭なんか骨すごい硬そうだよね。どうなんだろう。反対側も行きましょう。で、ここ背びれの骨が繋がってるんで、こうまた落とします。で、こういう系の魚硬いんでね、ねじります。ねじって背骨をねじ切ります。こうやってね。オッケー。ちょっとお腹が裂けたんで、うまくいかなかったんですけど、普通はね、うまくいきます。じゃあ、このままお腹をね、きれいにしていきましょうか。これ、浮き袋をね、取っていきます。浮き袋を取って、で、これ、血合いに傷を入れる。で、おじさんも、こう、浮き袋ついてる浮き袋を取って、包丁じゃ取れねえか。血合いに傷を入れます。じゃあ、血をね、洗い流していきまーす。
はい、それではですね、綺麗になりました。こっから三枚おろししていきます。マクブからいこうか。まずここにね、切り込み入れます。そんで次三枚おろし、お腹から入れていきます。あ、結構水っぽいのかも思ってたより身が。反対側もいきましょう。皮に切り込み入れて包丁を入れていきます。腹骨を外していきます。これガッといただきます。これもね、勢いをどれだけつけられるかというゲームだと僕は思ってます。いきます。おし、オッケー、いいですね。そう、見て、骨が青いよ。ちょっと青いの分かるかな。え、なんで青いんだろう。え、血管？いや、血管じゃないぞ。骨が青いんだ。これ血管じゃないです。傷つかないもん。すご、骨が青い。ちなみにですね、ナポレオンフィッシュとかもね、骨が青いです。マクブはね、俺もう本当にイラっていう魚がすごい似てて、なんかその魚にしかもう正直見えないですよ。模様とかは違うけど、シルエットは完全に一緒で、で、そのイラっていう魚はそんなに評価高くないんですよ。で、そんなにまあ俺も美味しいって魚でもないなと思ったような魚で、このマクブがそんなに美味しいっていうのはね、俺まだ信じれてないんですよね。こっち側、ゴキゴキやって。包丁で落としましょう。 OK、 綺麗な身。そんじゃあね、腹骨も落としましょう。ちょっとね、ここら辺銃が刺さった場所があるんで、ちょっと大きめにこうやって落としましょうかね。やっぱ打ち所はね、衛生面上良くないんでね、切り取った方がいいです。まあ、一応沖縄の市場とかで魚買ったりするとね、こういうちゃんと穴がある魚とかもね、普通に売ってるんで、まあ皆さん穴が開いてる魚をね、買って調理するときは、ちゃんとね、打ち所は食べないようにした方がいいです。で、血が滲んでるんで、やっぱり味も落ちてるんですよね、打ち所はね。こっち白くて綺麗じゃないですか。こっちね、ちょっと赤いんですよ。ここはね、ちょっと取り除いた方がいいです。まあ、逆に言えば、お腹をついたとしても、ここさえ取り除けば、全然普通に食べれるんですよ。ということで、ちょっと強めに取り除いていきましょう。ちょっともったいないではありますが、そういうもんですね。はい、次はおじさん、尻尾のところに切り込み入れます。まあ、ここはね、どうせ、ほとんど身取れないんでね、もう切っちゃっていいと俺は思ってます。はい、それでは落ちていきましょう。この三枚おろしはね、包丁入れる回数が少ないほどいいって言われてるんですけど、そんな難しいよね、やっぱり。では、いきます。じゃあ反対側いきましょう。皮に切り込みを入れて、反対側もいきます。はい、それでは腹骨落とします。入んなかった。落とすで。はい、それではですね、下処理が終わりました。まず1品目、マクブのフライから作っていきましょう。まずはマクブを切り身にしていきましょう。豚はね、4本ぐらいしか血合い骨が入ってないこと多いんだけど、マクブはしっかり入ってますね。ちゃんと包丁で取っていきましょう。はい、じゃあね、フライ用に切っていきましょう。フライなんでね、ちょっとデカめでいいと思ってるんですよ、僕は。皮付きでね、ちょっと分厚いかな。まあ、こんなもんでいいでしょう。ちょっと一旦ね、まな板からどけましょう。ちょっとね、やっぱすき引きするとちょっとマクブっぽくないよね、白すぎて。はい、そしたら用意する食材ですね、小麦粉、パン粉、片栗粉じゃないね、卵だね。こちら3種類です。ようやくね、ボウルを買いましたよ。まあ、いつも袋にね、入れてシャカシャカやってたんですけど、ちゃんとつけた方が美味しいっていう情報を得てしまったんで、僕こだわり屋なんでね、 A 型なんで、ちょっとやっぱこだわっていかないと。この透明のボウルを買って嬉しくて使いたかったからとか、そういうわけじゃないから、ちゃんと料理が美味しくなるためにやってるだけだから。絶対違うからね、全然違うから。全然見せつけたいとかないからね、本当に。卵、卵をかき混ぜましょう。
でね、マクブね、塩コショウ振るの忘れてたわ。フライの前に塩コショウで下味つけた方が僕は好きですね。塩コショウ振っていきましょう。ひっくり返して反対側も振っていきます。重なってる部分がありますが、まあ細かいところは気にしなくていいでしょう。めっちゃ重なってんな、思ってたより。下味完了です。完璧です。そしたら小麦粉、卵、パン粉の順番でつけていきます。こうやって入れてね、しっかりと小麦粉をつけて、で払って、次卵、最後にパン粉の海にね流し込むと。でこれであと揚げるだけですね。この作業をねひたすら続けていきます。フライってね、ちょっと一手間多いっていうか大変ではありますよね。その分ね、うまいんで、やっぱり。はい、ということで全部つけ終わりました。続いてですね、揚げる前にタルタルを作っていきます。用意するもの、種が抜いてあるオリーブとマヨネーズ、玉ねぎ、そしてゆで卵ですね。まずはね、玉ねぎちゃんから切っていきましょう。蓋を落として皮を剥いていきます。今ふと床を見て思ったんだけど、すごいわ。2匹さばくとすごい鱗の量が。はい、少し取れてしまいましたが、玉ねぎをみじん切りにしていきます。まずはこっち側に切り込み入れていきます。でこれね、端っこはこっち向きで包丁入れておきます。 OK、 多分ね一玉もいらないと思うんだけどね、剥いちゃったんで切ります。タルタルなんてね、何本あってもいいですからね。さて行きましょう。では入れていきます。まあ、辛みとかが苦手な人はですね、これ水にさらした方がいいです。ほら、全然辛みとか大丈夫なんでね、余裕なんで。はい、次はオリーブですね。まあ、これを勝てあかんかも。あかんな、非力がバレてしまう。硬すぎて引いた。あ、いた。オッケー。黒すぎてカメラに何も映らん。まあ、これを入れるとね、ちょっと大人の味になりますよね。結構入れます。まあ、これはね、玉ねぎの量が多くてタルタルを大量に作ることになったんで結構入れます。これはなんかピクルスじゃなくて、何なんだろう、茹でただけみたいな感じなのかな。酸味とかついてるわけではないですね。香り付けみたいな。はい、それでは入れていきましょう。これもうね、事前に茹でといて、茹で卵です。穴開けてコンプレッサーさ、刺してスポーンって剥きたいよね。弾け飛ぶか、さすがに。じゃあ茹で卵をこれ砕いていきます。フォークでね、ボロボロとやっていく感じですね。滑るね。で、この中に卵を入れて、で、マヨネーズを入れて。嫌な音、ちょっと少ないな。こんぐらいか。最後胡椒ね、で混ぜていきましょう。これがね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。でもフライだけでも美味しいのに、このタルタルが加わることによって、もうこれはね、悪魔の料理ですよ。オッケー、セット。じゃあ油を入れていきます。オッケー、よし、入れていきましょう。うわー、これはうまいぞ。あー、もうこれはうまいです。ではラストですね、おじさんの焼き霜とマクブの刺身を作っていきましょう。ちょうど水分が抜けていい感じになってる。ほら、結構抜けてる。よし、これはな、もう結構俺ね、おじさんマジで好きなんですよ。あの、人間のおじさんじゃなくてね、魚のおじさんね。おじさん嫌いではないけどね、人間のおじさんも。おじさん好きなんだよねって今ちょっとね、言いながらパワーワードだなと思って。で、おじさんはね、もう本当にね、皮ごと食うのがうまいんですよ。なんでこれ、皮にこれ切り込みを入れていきます。そうですね、皮に切り込みが入りました。じゃあ皮目をね、炙っていきましょう。これが
がね、うまいんですよ、炙ると。オッケー、もう美味しい。どうしよう、このね、焼き霜の香りめちゃくちゃ好きなんですよね。ちょっとちっちゃいけどね、身が。ちょっとちっちゃいな。まあいいか。次はマクブをやっていきます。マクブも背の身を使っていきましょうね。じゃあ皮を引いていきます。ちょっとむずくてびっくりしました。しゃあないんで毛抜きで、毛抜きじゃない、骨抜きでね、皮取っていきましょう。皮しっかりしてんな。で、ここ端っこにね、縁側あるんで縁側も取っときましょう。こういう魚にはね、絶対縁側がついてるんですよ。ちっちゃいですけどね、カレイとかのイメージがありますけど、どの魚にもついてます、基本的にはね。でマクブもね、刺身用に切っていきましょう。大きいかなー、ちょっと、まあいいでしょう。ちなみにこのマクブ今取れてから4日目ぐらいなんで、普通に結構もう柔らかくはなってるんで、ちょっと大きめに引いても食べやすいはずです。初日とかだとね、硬くて食べづらいはずですけど、ちょっとにしてもでかいけどね。薄めにも切ってみようか。盛るのは薄い方にしとこうかな。いいでしょう。はい、それでは完成しました。いただきます。じゃあまずね、おじさんの焼き霜からいきますか。もうね、これは塩なんですよ。塩がうまい。いただきます。うまいっすね。これ抜群ですわ。うん、うめえ。まあやっぱりね、欲を言えばもっと脂が乗ってるおじさんの方が全然うまいんですけど、おじさん言い過ぎじゃね。まあやっぱり風味とかがね、そのエビっぽくて、他の魚とはやっぱちょっと違う味がして面白いんですよね。美味しいです。マクブの刺身いってみましょう。いただきます。これはね、すげえ上品な白身を。うわぁ、上品。上品だね。もう本当に癖とかなくて。うわぁ、美味しい。ちょ、見た目からは想像できない味だね。イラと一緒じゃんって言ったけど、イラとは全然味違う。臭みもないし、食感もね、柔らかくて全然筋っぽくないし、うまいですね。これは、多分フライには合わない食感だぞ。刺身はうまいけど、フライには合わない気がするな。どうだろう、フライも食べてみましょう。もうタルタルをドサッとかけて、いただきます。うまっ。いや、めちゃくちゃ美味しいんだけど、なんかね、食感がふわっとしすぎて、あんまり揚げると食感がなくなるっていうのかな、トロッとしすぎてるっていうのかな。すごい柔らかいんで、だからもっと正直に言えば全然美味しいんだけどね、食感があるようなやつの方がいいのかなと思いますね。マクブはね、多分煮物とかの方がね、本領発揮するタイプですね。ただめちゃくちゃ美味しい。うん、美味しい。はい、それではごちそうさまでした。いやー、マクブ初めて食べたんですけども、美味しかったね。もう本当に上品で癖もなくて、もうなんか食感も上品だよね。やっぱ食べたら高級な気分になりますね。でね、今回ね、思ったのは、魚のフライタルタルバーガー作りたくない思って、これサブチャンでパン焼けるとこ作ろう、バンズ作ろう。もう今年中にね、完成させよう。パン焼ける場所欲しいわ。ちょっとね、完全に話が変わって業務連絡になるんですけども、コロナ禍でですね、漁師が本当に稼げなくなってしまいまして、島の魚が売れるようにするためにですね、水産加工会社を立ち上げることにしまして、でそちらのですね、クラウドファンディングをただいまやっておりますので、概要欄の方にですね、 URL 貼っておりますので、皆様ぜひぜひ支援よろしくお願いいたします。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは